マジでサイレントヒルだよな。オーリーさんが歩いてる。なんで突然こうなったのみたいなね。うん、右側には死体袋ですかね。この赤黒く錆びついたような世界観すごいいいよな。雰囲気たっぷり。どうも、鳥の爪ダンソートです。ホラーゲーム企画から説明第416弾はこちらのゲーム、オーリーズファームやっていこうと思います。こちらのゲームはですね、以前実況してだいぶぶっ飛んだホラーゲーム、ヨハンズファームとめちゃくちゃ似た匂いを感じるホラーゲームになります。ただ作者さんは別の方みたいですね。こちらのゲームはサイレントヒルに触発された90年代のグラフィックが特徴の農場×ホラーが再現されてます。で、秘宝なんですけども、一度このゲーム実況したんですが、なぜか途中で音声が録音止まってまして、これ今テイク2なんで全て知ってる状態でやるんですけども、ちょっと面白いゲームだったのでやっていきましょう。ということで、こんな感じで当チャンネルでは400作品以上のホラーゲームを実況していきます。今後もガンガン更新していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速2回目やっていきましょう。スタート。取り詰め。さあ、ということで、オーリーさんとの会話からスタートするみたいですね。で、コーンをね、8個取ってきてくれっていうお使いを頼まれるんですよね。うん、まあ、そんな感じの会話が今繰り広げられてるっぽいですね。はい、ということで、じゃあ農場にやってきました。右上がコーンの数字ですね。で、8本のコーンを見つけていきましょう。だいたい位置もまあ分かってるんで、さっくりいきましょうか。いや、でもこののどかな雰囲気いいですよね。で、このまたプレイステーション1を思わせるグラフィック、ちょっと懐かしい感じするよな。で、サイロとかもね、こうやってあったりして、なんか僕の夏休みやりたくなるわ。毎年夏になると思うんだよな、僕の夏休み今年も発売してくんねえかなっつって。昔、もう今は見れないんですけども、ゲーム実況で僕夏もやったことあったんですよね、実は。あ、ここいいよね。有刺鉄線で行けない謎の空間。さあ、残りの3つのコーンも探していきましょう。1回引き返して、途中で道が分かれてたんだよな。こっち側の方行って、木の陰に1つ、あと2個かな、ここにも1つで、サイロがあって、その裏に確か1個あったから、これで8個かな。よし、さあゲットしたぞっていうところで、なぜか突然 BGM が止まって、で、右の奥の方か何かでちょっと不気味な環境音が聞こえ始めました。不穏だよね、怖いよね。そっち側行きますね。こっちの奥だ。何やら妙な黒いクリスタル、赤いクリスタルだ。サイレントヒル風だよね。すると今度は白黒の世界に。こう不気味だよな。後ろ振り返ってももやがかってて見えない、先がもうほとんど見えないような世界で、今度は迷路のような空間を行きます。さっき行った道と同じで多分合ってるはずだから、だいたい行けるはず。いや、行き止まるんかい。一回やってんのに行き止まるんかい。こっちじゃなかったっけ。お、左側でおーみたいな声がしたね。狼だかなんだかがいるのかもしれない。で、扉だね。鉄の重たい扉開けていこう。すると今度は機械のきしむ音がして、マジでサイレントヒルだよな。オーリーさんが歩いてる。なんで突然こうなったのみたいなね。うん、右側には死体袋ですかね。この赤黒く錆びついたような世界観すごいいいよな。雰囲気たっぷり。いやー、いいわ、この世界観めちゃめちゃ好き。さあ、そして今度はいきなりショットガンをゲット。魔法陣が置いてありますね。で、やってきたのがオーリーさん。ゾンビみたいな状態になってるけども、ショットガンを3発当てると倒すことができるみたいですね。で、この光ってるのがクリスタルみたいなルーンなのかな。これを3つ集めるのが目標になります。ただ広大なマップなので気をつけていかなくちゃいけないと。で、3つ集めるの結構大変だったんだよな。マジで広いマップだから、なるべく内側内側で見てった方が良かったかな、さっきね。うん、なんかこういうものも目印にしつつで、オーリーさんはいつどこからやってくるかわからないから、
声を頼りに方向がそっちだって思ったら構えて撃つ感じかな。ある程度近寄ればその白い光みたいのがね見えるはずなんで、それを頼りに探していこう。なかなか見つからないね。あ、あったあったあった。内側に行くぞ。オーリーさん出会いそうだな。まあ、結構ダッシュしてるから巻いてる感じなのかな。さあ緑のルーンをゲット。あと一つ魔法陣の位置も一応確認しとかないとだな。三つ手に入れたらその魔法陣に向かわなくちゃいけないんだけど、おっとこれ行き止まったな。これ今来られたらやばいぞ。大丈夫かな。でもないな。あー、あそこ魔法陣だね。ってことは、おおお、来た。いい。3発、オッケー。あいつ不気味だわ、マジで。もうちょっと近寄ってみようか、次来たら。おお。近寄るとやっぱ普通に怖いな。で、あの赤の魔法陣の近く、比較的近くに最後の青のやつあったと思うんだよな。ただ、オーリーさんもいつどこからやってくるかわからないから気をつけたいところだね。あいつはでも、なんでこうなっちゃったんだろうね、ほんとね。急にゾンビ化みたいな。何かこの邪悪なものがこの土地には根付いてたのかな。でもないな。あ、これ行き止まったな、これね。これ正方形のマップしてるから、この辺でぐるっと回る必要あるよね。そうだよね。あれ？あー、あった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 。最後の一個見つけました。オッケー、これで青の、クリスタルゲットしたから、あとは魔法陣を探すだけ。確かこっち方向だったと思うんだけどな。あったあったあった、光ってるね。最後にじゃあオーリーさんどっか来るかな。倒すだけ倒してから出ようか。来た。怖っ。で、魔法陣に入ってクリアと。まあ、2回目だったからかなりサクサクになっちゃったかな。はい、ということで、Thank you for playing to the demo ということで、ここまでですね。いや、とはいえ、このサイレントヒル風のグラフィック、赤く錆びついた感じとか、めちゃめちゃ雰囲気いいですよね。しかも、この農場×ホラーっていう、あんまりないのがね、テイストとして非常に好きですね。ということで、またこんな感じでいろんなホラーゲーム実況しようと思ってます。そういった動画気になる方は、ぜひチャンネル登録して、鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこれでまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。音楽かっこよ。